言われている駒引きをしたカッパが捕まったというところに向かいたいと思います。はい、カッパ淵、ここから200メートルですね。まあ結構荒れとるという話になる、荒れとるというか道がそんなに綺麗になってるわけじゃないということなので、一応ね足元履き替えましたけど、意外と普通に行けそうな気がしてますけどね。でここのカッパ淵なんですけれども、ある日淵に馬を冷やしに行ったらですね、冷やしに行って、孫が馬引きの人ですがね、目を離している隙にカッパが出てきて馬を淵に引き込もうとしたんですけども、馬のパワーに負けて逆に引きずられてですね、お前の前まで持ってきちゃって馬桶に隠れたんですね、カッパが。でそれを家の者が見て、なんじゃこやって開けたらカッパの手が出てたんで、村中の者を集めて殺すかどうか考えたんですけども、今後は村の馬に悪さをしないってことを固く約束させて逃がしてあげたと。でその後そのカッパは相沢の滝っていう場所に移っていったというお話があります。結構綺麗になってんじゃん、全然着替える必要なかったかもね、これ。ちょっと見た話だと結構草ぼうぼうで行き着くのに大変って話だったんですけど、全然綺麗に刈り取られてますね、あの辺だと思うんですけど。そっからさらに行くのかな、ひょっとしたら。おばこ淵というのが正式名称ですけども、カッパ淵こちらになりますね。めっちゃいいとこじゃん、雰囲気すごいいいね。あー、案内板まであるし。はい、山口集落には古くからカッパの伝説が伝わると、遠野物語58話ではここにいたカッパが深夜と野豪の馬の家の馬を引きずり込もうとしたけども、馬に負けて家まで引きずられてしまい、でカッパにいたずらさせないことを誓わせて逃がしてやったと。でカッパはこの上流の相沢の滝に逃げていったと。そのカッパ淵がこちらですね。まあね、縁の先はもう何もないですけど、縁はいい感じに、ちょっとねやっぱ昨日の雨で濁ってますけど、それでも雰囲気はありますね。縁の先、これもともと何だったんだろうね。山道が続いてるね、向こう側に登っていく感じの道がありますね。はい、ここはカッパ淵と言われている場所ですね。あの辺の岩のあたりとかね、そういう雰囲気ありますね。さすがに淵に降りれるところはなさそうですね。
あってもちょっと危ないかなっていう感じは。あれ？鹿、鹿、鹿、鹿。鹿いる鹿。そこそこ、鹿、鹿、鹿。鹿がいる。あ、あ、鹿逃げた、逃げた。逃げてった、鹿が。やべえ、すげえ。びっくりした。とりあえず戻る。いやー、まさか鹿がいるとは。はい、そんなわけでね、鹿の板、かっぱ淵でした。